おはようございます。5月25日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあ多いですね。いい感じ。今週に入ってね、一番多いような感じがします。はい、見ていきましょう。こちらキスゴでしょうね。コギス、コギスも出てますね。はい、こちらまだ7分目ぐらいですけど、まあもう少し増えてくると思います。はい、活魚ですが、まあ昨日はね出られてますんで、活魚もぼちぼちありそうですけどね。何が出てくるでしょうか。はい、今出荷されてますけどね。これはいいですね。はい、今日もねタイはぼちぼちありそうですね。なかなかね、でももうこうおーっていうようなやつがねなかなか今いないんですよね。はい、こちらにはコブダイ、かわいいね。ちっこいコブ。はい、こちらにはいい方の加工が、ああいいですね。よう超えてますね。この間から加工はね結構なりのいいやつが、数はねないんですけどね、上がってきたやつは大体なりがいいですよね。すべて内海外の箱なんですけどね。はい、こちらはおこでですね。もうこれ結構大きい。お腹パンパンでね。こちらにはメダカガレイ。ヒラメもねちょっこちょっこ出てきそうですね。これ結構大きいですね。 3.5 キロぐらいありますかね。まあヒラメもね、まあ、正直今水の方が多いんですけど、まあそれでも少しずつね厚みが出てきてますんでね。こちらにはこっちですね。これは吉野ですかね。吉野ゴチですね。はい、あ、こっちゃん、これもまあ太いね。こっちが細いのか。キロの 1.8、 2.78 ぐらいかな。おやおいちゃん、今日は何のいいの持ってきた。ヒラメかね。おー、大きい。はい、競り場ですが、まだねどんどん出荷が続いてますね。これ大きな胡椒ですね。ほらかなり目方があります。8キロぐらいはありそうですね。でかっ。はい、7月の方がいいですね。中ぐらい。おお、このタコよう入ってますね。これ入りがいいです。寝方をね読むのも大事なことですからね。
はい、今日もヘダイがね、ヘダイがあちこちで上がってくるようになりましたね。昨日もね一つ試してみたんですけど、まあ正直まだねやっぱ早いですよね。脂っ気もないし、ちょっと妥協するともう身が白っぽい感じかな。まあもうちょっとかな、やっぱりね。はい、こちらモンゴルですね。あーでかいねこれ、すんごいでかい。今日は割とアオリイカが数上がってます。大きいね、めっちゃ大きい、結構数上がってますね。これでかいね。はい、コウイカはねどんどん少なくなってきてますね。はい、こちら生き締めの天然だよ。でかいね、これは 4,5 キロはありますね。大きいのが並んでます。あー、ちょっとこの 2,3 日ね見てなかったんで、ちょっといいですね。はい、今んとここんな感じですね。はい、送りの2ですが、2の量自体はまあまあありますね。はい、こちら赤ハゼですね。まんまるで美味しそうなね。はい、こちらはカツオです。これで2キロちょっとぐらいの個体なんですけど、今ね大きいやつがねめっちゃ高いですからね、なかなか大きいのが使えないですよね。こちら鳥取の、あ、水が綺麗なねイワシですね。でっか、はい、こちらはホクリのメダカガレイですね。はい、出たね、ラクガンみたいなやつすごいね、敷島花台すんごい綺麗だねこれ、なんじゃこりゃ、面白。はい、送りの色物がありますね、混じりですけど。鏡台が、はい、こちらはボウボウちゃん。うわ、大きいんじゃない結構。でかっ。は
い、あ今日もようこっちが並んでますね。まあ相場的にも物にからしても今白身はこっちが一番いいですかね。間違いないですもんね。ヒラメもタイもねかなり個体に左右されるところあるけど、こっちは今まあほぼほぼサイズだけの問題で間違いないですけどね。ハンも大きなタコでか、ホシザメもいますね。ホシザメちゃん、おお、今日もおりました。ミノカサゴ綺麗だね。このヒレがすごいよな、優雅な。お怖いね。かわいそうにね、もうちょっと浅かったら、あ深かったら。はい、中ギスがね出てきましたね。少しキスゴが大きくなったんでね、いい感じ。おお、まあまあ結構大きいし、なりもいいですよね。ああ、ただまあこれなるとこうやって大きなやつをね揃えると値段もすごいですよね。ちょっと競りを見てみましょうかね。かなりすると思います。はい、こちらも8分目くらいまで来てますね。ああ、竹の物江ちゃんがヤズか。ヤズ、ヤズも少なくなったね。うん、はい、こちらはシリイカですね。星、天品はいかがでございますか。まあどこ見ても同じやね。こちらにポイントが少しと、まあ本当ねたくさん出れて上がってきてるのはいいんですけど、やっぱりね出ても同じようなのが多いかな。まあ、その中でねいいもの探していくんですが、なかなかこれがね大変ですよね。大暴れ、超えてるんですけどね、生かしてあげたいね。こちらおりましたね、私の大好きなやつ。よいしょ、うーん。かわいいな、このフォルムがいいよな、この耳がついてる。間とかにもねちらほらといいヒラメがおったりねしますね。
少しね値段は下がってきたものの、それでもやっぱ高いですよね。なんでこれ毎日一缶しかないのね。面白い。足垢。冬場はね結構見るんですけど、今はもうほとんどこうやって混ざり程度ぐらいしか見れないですよね。はい、こちらはほぼ後ろまで来ましたね。雪島のマズラ。連長もねそんなに多くはないんですけど、ちょこちょこ上がってくるようになりましたんで、まあでもやっぱ高いですよね、少ないからね。はい、こちらもタイが並んでますね。ただいます。はい、こちらにはアラがマハタ、これもまあまあの大きさですね、60センチぐらい。あ、こちら梅魚、すごいねカラフルです。これはアヤメカサゴ。釣り釣り、うん、あれヤモリなのか。いや誰かは知らんけど。はい、これキアラですね。ママのです。はい、こちらはアコウ。これ大きいけどみんな閉まってるからね。もったいないですけどね。まあ生きなければね、あっさり閉めてしまう方が正解ですよね。でかいね。はい、これでかい。うっかりガサゴ。あ、でもこれもよう超えて美味しそうですよね。うっかりでか。こちらにもマハタと、これはキメバルかな。メバルちゃん、綺麗だね。いろいろありますね。はい、コギスもありますね。でもやっぱそんなに数が多くないですね。まだ数取れないっていうか少ないですね。クエがいますね。クエ、ありがとうございます。キロウエ。剣先がねコンスタントに本当上がってくるようになりましたね。はい、ぼちぼちねイカシも出てきましたね。まあやっぱパッと見タイが多いですね。タイもね納得いくようなやつがあればこちら狙ってみますし、なければ締めの方でもいいですしね。やっぱね産卵がねほとんどもう終わってますんで、マコが入っててもねもうかなり大きなパンパンのマコですから、身質の方はねもうそんなにはやっぱ期待できないですよね。よっぽど超えとかないとね。はい、競り始まります。はい、今日はね割とあるんでゆっくり狙いながら食べてみたいと思います。どうでしょうかね。
ゃない。カーローカー1000、1000等、カイランカー1番3000、カーローカー3000等、カイランカー、カーローカー、カイランカー1万2千カーローカー1万カーローカー次へカーローカー段階カーローカー95カーローカー95の階段階カーローカー9000が1週間今度7号カーローカー段階カーローカー段階5名8号カーローカー1500円の階段階カーローカー段階200円100円が8100円のシャッシャッと最初でね、パンパンパンと勝負つきましたね。天台が2枚ともう1枚ね、もう締めました。弱いんでね。それと石台、まあまあの大きさですよ、これ石台。あー、いいね石台。あとはヒラメ、そうですね、3キロあるなしぐらいの辺。はい、ゲットできました。昨日はね、巻き網が出れてますんでね、また背付き味が上がってきてます。いいね。おはようてっちゃん。おはようございます。はい、背付き味のショーですね。はい、今日もね、また握り作っていきましょう。ビヤンビヤン、あー、美味しいよこれいいね。はい、萩もね、剣先が今順調に上がってきましたね。上がってき出しました。ああ、陽配調。こちらが背付きの中味ですね。 あれもよう生きてますね。巻き網出るとね、この小サバもね、一緒に上がってきますね。キンキン、あれちちとか言うというわけで、こちらがうちの山ですね。はい、味こ味いいか。はい、いい感じです。カーローカー33、カーローカー4カー、カーローカー3009番1番へ、カーローカー中村さん、カーローカー4カー3009番、カーローカー今度小指ここからここまで2、4、5、7枚かな。はい、2号カーローカー1枚2000、カーローカー2000、カーローカー4カー山田決定13、カーローカー13号カーローカー315、カーローカー1枚、カーローカー4カー13号カーローカー1100円どうする。12番カーローカー2003、カーローカー2003、カーローカー2000、2700万円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 
はい、行こう。わあ、これすごいね。これすごい。30キロぐらいあるんじゃない？見た目より重たいね。うわー、でかい。でかい。顔が。すごい。まあ25キロはありますね。はい、福田くん登場です。あの後ろ頭散髪してるね。2000円がどっか3、5、5、5がどっか5、周りかどっか2、3、
アドカに千田県がどうかやぐバリーがどうかにゃパンがどうかかいふかがいさんアドカ風海町アドカ千田県がどうかさんアドカいさせアドカ800円が600円500円200円ならマールキード3 200円がどうかマールキード3マールキード様かい赤がいさん赤がいひとかがどうか2000 アドカ2000円かどうか1000アドカじゃさん1100円などかじゃさんでかいヒラメがどれでもいいアドカヒラメがいかいがどうか3号アドカ3号どかえか4号アドカ4号5000アドカ5000円かどうか4 5000円がどうか3号5 3号5がどうかいかいヒラメがどうか2号アドカ2000の線がどうか23じゃさん2300円がどうかじゃちゃんがかいあまりかどうか23アドカ22どかえか23アドカ2000円かどうか1000アドカ1000800円が35、600円がどうか30万が1回、ありがいちゃん、あどか1兆、あどかした1000円、あどか1000円200万、1000円などか200万が1回。はい、お疲れさん。はい、じゃあね、つい弾みで鬼部買いましたけど、どうしましょう。産後どうやったらわかるかね。これね、まだ生き物なんですよ。ビリビリでね、すごいですよね。ケトラにいっぱいいっぱい長はい、それではね、競りも終わりましたんで戻って頑張りたいと思います。はい、木曜日の水揚げ結構ありましたね。最終的にはね、どの列もね、7分目から8分目ぐらいはね、生まれましたんでね、まあ結構な量が上がってきたんじゃないかなと思われます。はい、ということなんですが、ちょっと天候の方がね、今日から少し下り坂になるのかな。どうなんでしょうかね、どの程度崩れるのか、風が出てくるのか分かりませんけどね。まあ明日もそれなりにはあるような感じはするんですが、どうでしょうかね。はい、ということなんですが、まあ相場としてはね、そこまで今までなかったからね、高くなったかっていうとそうでもなかったですね。まあ上がってくるとね、こんな感じなんですけどね。まあおかげでいろいろ変えましたんでね、これで今日もバッチリいけると思います。はい、ということで週も後半木曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それじゃね、戻って頑張りたいと思います。はい、木曜日の水揚げ、まあまあありましたね。後からね、どんどん上がってきまして、最終的には8分目ぐらいまでは埋まりましたね。まあっていうことは、まあ夜に漁をしたっていうことですよね。はい、っていうことなんですけど、まあおかげでね、やっとね、一通りビシッと揃うような形になりましたんでね、良かったですね。これで週末に向けてバッチリ準備ができると思います。はい、ということでちょっとね、天気も崩れ気味なんですが、嫌ですね、雨降るといろんな意味で嫌ですね。はい、ということなんですけど、まあとりあえずはね、しっかり作っていきたいと思います。はい、じゃあ皆さんも週の後半木曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。やっちゃうよ。大荷部ですが、22.7 キロですね。25キロぐらいね、あるんかなと思ったけれど、なかなか難しいですね。はい、ということで、でか。たくさんありがとうございました。高島様、すごい美味しかった。あのタコせんべいはすごい美味しかった。お気遣いなく。でもね、本日これジャコなんかね、いろんなジャコが入ってる。見て、すごいよ。見て、近くで。グチにエビにジャケンボス、キスもグチ、キメゴチ、なんかな、ジンガメ、ジンガメヒイラギ、なんや、ジンガメやろ、こいか、あ、はい、とりあえず、ミニイカ、これ好きよね、あの
釣りの餌にリードね。などなどあります。わーっとやってきますんでね。シシイカ持ったコウイカ、これ美味しいよね。これではまず同じのからいきます。はい、ご苦労様でした。このちっちゃいのは唐揚げやな。私脱いだら小尻かもしれんの、わからんよ。着膨れしようかもしれんけ、わからんやろ。見てから、いや見てからこの言うてね。ね、見てからね、やめてくれる。最初から決めつけるのね、やめてね。ええか、私はプリンとしようけどね。
お刺身もらいました。これね、しそとね、大葉ぶっかけです。これすごいやろ、このマヘゴって感じ。笠焼きとかね、天ぷらとかね、煮付けなんでも美味しい。柔らかくて、ひっくり返してね、砂がないかね、ちょっとチェックします。お目目切って、ちょっと墨、ちょっと切れ目を入れて押し出す。中身を、墨を取る。
天ぷら、煮付け、ボイルして酢味噌か、そんな感じかな。です。ちょっと待って。うわモテモだとお願いします。はい、ニベコです。ニベコ、本日調理を担当いたします、大谷と申します。はい、よろしくお願いいたします。ニベコです。ニベコです。伸ばしたらよしよし、あわすごい、ちょうど150、変わらんわね。そうなん、152円。へえー、すげえ。ニベコ同じです。やってみる、足、それ足な。ロート大変だ、これもっちゃんの頭にぶちかかる。マフィアだったすごいよね。じゃあかかります。よろしくお願いします。鱗をバーッと取っていきます。
決まって土曜日ね、あれね。あれだね。うわ。ね、明日ね、フライになりますので、もしよかったらね、来てください。はい、本日5月の25日、木曜日でございます。本日もラインナップで終わりたいと思います。今日はね、なんか朝はそうでもなかったけどね、すごい風がね、強い台風みたいな風。でも、お魚は揃っております。今日ちょっと流し動画的な感じでもうさーっと行きますね。お散歩する感じで、いつも上向き、かわいい絵が。よし、ケーキも落ちそうかな。こんな感じ。やっぱショートの減りが早いな。安定のショートケーキやな。そしてお惣菜もね、あともうこんだけになっちゃったんだ。こんな感じ、わーっと。あの昨日の佐藤さん昨日やったからだし、宮崎の佐藤さん、無事に届いたそうでよかったです。ステッカーもね、携帯の方にね買っていただいたということで安心しました。届いたので、あとね、富永さんもね、種まいたけどね、ゴーヤの種よまいたけど、でんやったけ苗買ったら出たってね。で、今回はちょっと時間が結構かかったんでしょうね、発芽するまでに。で、私もゆっくり気長に発芽を待とうかと思います。そういうこと。はい、ではね、また明日も頑張りましょう。しんちゃん、おやすみ。はい。見て、この動画を見ている皆さんもね、もうね、毎日ね、コメントにありがとうございます。コメントね、されてない方もね、毎日見られてくれてね、見てくれてね、すごくみんな嬉しいです。ではまた明日お目にかかりましょう。おやすみなさいませ。